もプチプラのジュンです。今回はですね、ユニクロマルニのダウン、そしてプラス J のダウン、どっちが最強なのか比較していきたいと思います。これがですね、最近発売されましたユニクロマルニのダウンで、めちゃくちゃ可愛いよね。一応レディースト商品なんですけど、男性も着用できるオーバーサイズ目のシルエットになっております。僕ね、サイズ XXL 買ってます。でこちらがね、去年発売されたプラス J のダウンですね。こっちはね、もうめっちゃかっこいいって感じ、かっこかわいいって感じでございますわ。で比べるポイントなんですけど、4つデザイン、機能性、そしてディテール、さらにコーディネートのしやすさとかですね、その辺比較していこう思ってます。ゆっくり見ててください。まずですね、ユニクロマルニのやつからご紹介していきたいと思います。商品名、オーバーサイズダウンコート、カラー3色で、ダークオレンジ、そしてブルー、そして緑カラーですよね。どれもすごくね、主張強いっていうか、個性強いっすよね。ダークオレンジはさ、言うてみたらなんか、ウマルちゃんみたいな感じ。で、ブルーはさ、ドラえもんみたいな感じ。で、緑色はなんかね、炭治郎みたいな。すごくカラーが激しい、ビビッドなんで、なんか癖が強いっちゃ癖が強いですね。ただめちゃくちゃめっちゃ可愛い。ユニクロインラインには置いていないカラーなわけなんですよね。しかも一色じゃないと、例えばこのブルーに関してもさ、こうブルーと水色、なんていうかな、カラーブロックまではいかんけども、そう、二色使ってたりするあたりが、もうすごいね、カジュアル感も強いし、可愛いんですよね。こちら価格がですね、17,900円。で、プラス J のこちらの段も実はですね、17,900円で当初発売されたわけなんですよね。だから価格は同じでございます。ユニクロのダウンって値上げしとるんですけれども、こちら価格ね、去年のそのプラス J のコラボと同じにしてくれてる、ありがたや。まず比較ポイント1点目、デザインなんですけど、オーバーサイズ目のシルエットとなってるわけですね。これ XXL 一番でっかいサイズなんだけど、前が短め、後ろがちょっとね長めになってるんで、お尻すっぽり隠してくれる。冬はさ、着丈短いとお尻寒いみたいな、こっからなんか風入ってくるんちゃうみたいな感じで思うかと思うんだけど、すっぽりとお尻隠してくれてる。身幅もゆったりめ、袖がレディースなんでちょっと短めみたいな、そうジャストかちょい短いぐらいですわ。一番でっかいサイズでも、僕身長177で普段アウター XL 買うこと多いんだけれども、やっぱ袖はね短いですわ。これでこちらですね、キルトステッチがないんですよね。そうシームレスなアウターとなってるんで、近く行くとなんかこう段々やなみたいな、中の方は多分ダウンパックがあると思うんだけれども、引きで見るとね、なんかこうシームレスな感じですごくいいですやんね。すっきりとしててすごくミニマルな感じで、こちらねフードがついてるんですけど、取り外しできないと、一体型のやつなんですよね。このフードがブルーでしょ、で前立てもブルーでこう繋がってあるんで、こうなんかこう水色のアウターになんかこうブルーのパーカーをレイヤードしてるような、そういうなんかデザインなんですよね。で肩のところ見ていただきたいんだけど、フロント見るとここにねステッチが入ってるんで、あここで切れてるんかなと思いきや、後ろ見てみるとですね、なんかこうわかるかな、ここにもステッチあるんだけど、こういうステッチもあるからさ、ちょっとこうラグランスリーブっぽい感じになってるよね、こう後ろから見るとね。続いて2点目、機能性なんだけど、こちらですね、撥水加工もちゃんとしております。素材がですね、ナイロン 100% ということで、まあ、ポリエステルより高級なナイロン使ってんだけど、どうなんでしょうね、まあまあまあつるっとしたような素材感で、まあ、若干高見えはするんかしら、全然安っぽくはないですね。で中に入ってるのがダウンとフェザーですね。ダウン 90% のフェザー 10% ということで、水鳥のその羽毛とかその羽がねここに入ってるわけなんですね。しっかりとしたこのボリュームね、ボリュームダウンって感じですよね。でしかもねめちゃ軽いよね、めちゃくちゃ軽いしあったかい、それがねダウンの魅力かなと思います。フィルパワー書かれてないんだけど、まあ、600はあるだろうなみたいな。ちなみにノースフェイスのヌプシがですね、フィルパワーだいたい600ぐらいでございます。ダウンが有名な、まあ、ブランドとかもだいたい600とか700ぐらいのフィルパワーなんですけど、まあ、それと同等ぐらいかな思いますわ。中側見てみるとこのような感じで水色ですよね。これもねナイロンの素材ですわ。続いて3点目、ディテール見ていただきたいんだけど、これまず見てほしいのはこのスナップボタンよな。よく見るとですね、これ丸2って文字が書かれてあるわけですよね。特
空中やん。ファスナーはシングルなんですけど、これよく見るとですね、この引くところ、丸2の文字がね、しっかり書かれてあるわけですわ。あと、フードのところなんですけど、こちらですね、紐ついてるんで、引っ張って、こう首元をキュッと絞ることができると、こう風が中に入ってこへんように、キュッと絞ることもできるわけですよね。さらに、裾のところ見ていただきますと、ここにもですね、こう、アジャスターチューン、引っ張るやつがついてるんで、裾をキュッと絞って、これ両サイドついてるから、キュッと絞って、コクンシルエットにすることもできるわけですよね。こう見てみると、すゑひろがりっていうほどでもないけど、ちょっと A ラインっぽいなんかこう流れになっとるやんか。で、こう絞ったらさ、下から風が入ってこうへんわけなんですよね。あとサイドポケットこちらついてるんだけど、スナップボタンがついております。手突っ込んでみると、素材ナイロンですね。別にあったかいわけではございません。あと内ポケットとかもこちらに関してはね、ついておりません。ラスト4点目、こうでどうなんってところなんですけど、まあ、男性はやっぱりね、あのオレンジ色のダウンの方が合わせやすいかなと思うんですよね。でこれ水色どうやってコーディネートするって感じなんですけど、もうこれもシンプルに無彩色で合わすのが基地かなみたいな。ということでコーディネート3つご紹介したいと思います。まず1個目、黒のスラックスに黒の T シャツ、そして黒の靴ということで、もう全部黒にしてみたんだけど、こうすると割とありかなって、かっこいい感じになるのかなって思います。水色のね、発色強いんで、すごいやっぱりね、目立ちそうっすよね、これはね。ちなみにアウターの裾をね、絞ってやると、こないな感じです。コクンシルエットあってめちゃ可愛いよね。ちょっとこうシルエット変わる感じ。で、しかも風が下から入ってこないのもええんだよね。機能的にもデザイン的にもええやん。続いて通行でね、グレーの、これカーゴパンツ、まあ、スウェットのパンツなんですけど、で、さらに白の T シャツということで、やっぱ無彩色と相性いいっすね。水色ってさ、黒と白だったら白の方が色味近いやんか。だから、トーン合わせるんだったら色薄めのものと合わせるのがいいかなって感じしますよね。もともとアウターの後ろがちょい長めなんだけど、こう肩を少しずらして着るのも可愛くていいんかなと思う。そう、肩を抜くっていうんですか。そういう着方も全然ありかなって思います。ラスト3つ目、白のパンツにグレーのスウェットということで、これが一番ね、なんかバランスいい気がするんですよね。可愛いイメージになりますよね。こちらのダウン特典付けさせていただきましょう。92点。まあ残念ポイント2つぐらいですかね。袖がちょっと短いなーみたいな、そういうのとか、色がやっぱ難しそうかなーみたいな。最強の色って無彩色やん、白黒グレーやんか。それが一番コーディネートしやすいんで、まあ、あの個性あってめっちゃいいんだけど、着回し考えるとなんかこうヘビーユース、ヘビロテはむずそうかなーみたいな感じはいたします。続いて紹介するのがこちら、プラス J のダウンオーバーサイズパーカーでございます。カラー3色でブラック、オリーブ、ネイビーですね。なんかね、3色どれもいいんだけど、ネイビーカラー、このネイビーカラーがなんかね、アイコニックなアウターなんですよね。プラス J のコラボを象徴するようなやつ、ミニマルなデザインだけど遊び心あるみたいなのがすごくいいんですよね。これ通称プラス J じゃないですか。ユニクロとジルサンダーさんとのコラボレーション、通称プラス J で、マルニのやつも言うてみたらさ、プラス M みたいな感じだよね。ジルサンダーの次に出てきたコラボレーション。まずデザインなんだけど、オーバーサイズ目のシルエットでめちゃくちゃ可愛いんですよね。身幅もゆったり。着丈もお尻すっぽり隠れるぐらい。そして袖がね、ちゃんと長いよね。メンズだから。ちゃんとこう、手の半分ぐらい、手の甲の半分ぐらいはちゃんとございます。で、こちらフードがついてるんだけど、こちらに関しては取り外し可能。スッキリとしたスタンドカラータイプにもできるよね。これ去年のやつだけど、実は、こないだまでユニクロで普通に買えたんだよね。価格もね、5000円前後まで値下げしてですね、4XL、3XL ぐらいのでっかいサイズとかバチバチに残ってたんで、最近買った方もね、意外にいるんちゃうかなと思うんですけどね。こちら表の素材はポリエステルとなっております。このマットなポリエステルがめっちゃ高級感あるんだよね。ちょっとね、硬めな素材なんだよね。高密度なポリエステルみたいな、そんな感じでしょうか。で、この辺はコットンライクなポリエステルなんだよね。まるで綿のような素材で、風合い違ってめちゃくちゃ可愛らしい、カジュアルな印象になりますよね。で、マフニーのやつはさ、シームレスだったんだけど、こっちに関してはね、普通にキルトステッチついてるんで、なんか腹筋みたいな、シックスパックみたいな感じで、ボンボンボンっていうね、そういう感じかな。続いて機能性なんですけど、こちらなんとですね、フィルパワー640以上。
ちゃんとあったかいわけよね。ダウンが 90% のフェザー 10% というユニクロさんお得意の配合となっております。で、もちろんですね、雨水を弾く撥水機能あり。続いてディテール見ていくんですけど、こちらもね、実はプラス J 特注の素材が使われてあるわけですよね。こちらダブルジッパーになっておりまして、このさ、ファスナーよく見るとプラス J って書かれてあるわけ。特注やん。あと、前立てついてんだけど、これもね、スナップボタンでパチパチっと止めれるし、これこのフロントのところサイドポケットあるんだけど、ジッパー式になってて、手突っ込んでみるとですね、フリースの素材が出てくるわけですよね。手がちゃんと温められる。あとこの肩のところも実はね、ポケットがあるよね。めちゃくちゃ長いなんかポケットになってんだよね。何入れるかなみたいな。カイロでも入れるみたいな、そういうね、収納ポケットございます。あと裾見てみると、こちらもですね、こう引っ張れるようになってる。紐を引っ張れるようになってるんで、裾のところをね、ギュッと絞れるようになってると。さらにめくってみると、テカーっとしたね、裏地ついてるわけなんだけど、ちゃんとね、こちら裏ポケットもついております。ここですね。羽織ってみると、こないな感じでね、めちゃくちゃかっこいいんですよね。ここをギュッと絞ってやればマフラーいらず。コーディネートするとこんな感じ。黒のスラックスに黒ティー合わせると、すごくかっこいいよね。まあ、さっきと全然違う。さっきはかわいいみたいな印象なんだけど、かっこいい。大人っぽい。ちょっとカジュアルにするとこんな感じ。グレーのパンツに白ティー、そしてニット帽みたいな。こんなんもあるよね。そして3つ目のコーデ、白のパンツとグレーのスウェット、これとも相性バチバチにいいよね。そういえばさ、マルニーのこのダウンよく見ると袖ね、こないな感じでゴムになってるんで、こっからね、冷気が入ることもないわけですよね。プラス J に関してはさ、スナップボタンがあるんで、長さね、こちらも調節可能となっております。ということで、こちらのダウンですね、特典付けさせていただきますと。94点。いや、これはね、もう普通にかっこいいしね、着回しがめっちゃしやすい。もうなんか文句のつけどころないんでね、ちょっとこう残念ポイント上げるんだったら、重いっていうね。ダウンなんだけど、ちょっとさっきのマルニのやつと比べると、あ、なんか重いな、みたいな、しっかりしてんな、みたいな、そんな感じはございます。はい、ということで、プラス M、プラス J のダウン比較してきたんですけど、いかがだったでしょうか？どちらも魅力的で最高よね。このマルニのやつに関しては、サイズいっぱい残ってるんで、男性、そして女性の方にもめちゃくちゃおすすめです。以上、今回はここまでです。最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。